三条競馬場は、かつて、新潟県三条市にあった、地方競馬の競馬場である。本校では、競馬場の廃止後も運営されていた大井競馬場の、場外勝馬投票券発売所である、三条場外発売所、についても記述する。1928年6月14日に、新潟県畜産組合連合会の主催で三条競馬を、初開催。その後、 戦時中の1944年8月から終戦後の1946年9月まで中断されたが、1946年10月から地方競馬法に基づいて馬筆連合会の主催で三条競馬が再開され、この体制は1948年6月まで続いた。1948年11月より現競馬法に基づいて、 新潟県が主催する三条競馬が開催され、その後も1951年5月からは大島村の主催による尊恵競馬が1955年1月からは大島村を合併した三条市が主催する市営競馬が三条競馬場で開催されるようになった。1965年8月からは一部事務組合となった新潟県競馬組合の主催となり、 日本中央競馬会の施設を借用した新潟競馬場とともに新潟県競馬の一部として三条競馬が開催されてきた。新潟県競馬のスターホースグレートローマンのデビュー戦も三条の800メートル戦だった。しかし、後年は県競馬の事業収支が悪化したため2000年度のシーズンは三条競馬の開催を行わず新潟競馬場のみで開催。 2001年から三条競馬は再開されたものの、県競馬は、すでに約67億円の累積赤字を抱え、業績改善が困難な状況となったことなどから、2001年8月16日の開催をもって三条競馬を廃止、新潟競馬も2002年1月4日の開催をもって廃止され、これにより、県競馬は全廃された。 三条競馬場では1993年12月25日より、中央競馬の場外発売を開始していたが、競馬開催の廃止後は解散した新潟県、競馬組合から特別区競馬組合が施設を継承し、2002年4月より、大井競馬場の場外発売施設、三条場外発売所として、大井競馬をはじめとした南関東公営競馬の、 場外発売を開始した。しかし、施設の老朽化により2015年1月23日をもって発売業務を終了、同年3月24日をもって払い戻し業務も終了した。競馬場としては前述の通り2002年に廃止されているが、その後2009年に開催されたときめき、新潟国体では三条競馬場の跡地が、 馬術競技の特設会場として利用された。跡地は整備され、2018年7月に、水辺ベリング三上としてオープンした。なお、これに先立って2014年5月に、平成16年7月新潟、福島豪雨の記録を伝える、三上防災ステーションが開設された。円三上駅から車で7分。ありがとうございます。